とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエスト、行きたいと思います。装備品は254個。大丈夫ね。古代狩りは行かなくていい。先日ね、ボス倒して、どうしてもワンパンされるんで、防具がやっぱり欲しい。HP が262のやつが欲しいのよ。全然違うからね。本当に全然違う。今、251で、HP が、186万。だね。これがね、262になると、かなり増えて、ないかな ?262 は、いくつかあったと思うんだけども、ないかな。まあまあ、260とかでいいか。260でも、273万。251と比べて、100万 HP が多いのよ。この100万っていうのがかなりでかいので、欲しいんだよね。なので、今日は3つ、いきます。パンダ高原、そして、ゲイル聖域、失われた集落。まあ、ここを回って、高パワーを狙っていきましょう。パンダからだ。6体はいなかったですね。5体。だね。で、まあ、5体でも、いいか。260は出るからね。6体でも。ああ、5体でも。なので、期待しておきましょう。確かここはね、影の衣が出るはずなんだ。頼む。それでは見てみましょう。なんだ。まずは、ああ、まあまあまあ、ここはね、いいよ。次。影の衣。闇の刀。まあ、闇と影若干似てるけど、いらないな。次行こう。よし、今回は全部取った。今回は全部取りました。報酬なんだ?それでは見てみましょう。まずは、弓だったっけ?あ、武器か。あ、いや、いらないよ。頼む !262 の防具か、冬の指先。頼む!おし!フロストアーマー。35% 軽減はついてるね。よし、ワンチャンあるぞ。よし、次行きます。そういや、ここのステージはさ、キャプテン、ほぼいなかったね。前もそうだったわ。そうそう。ということで、キャプテンは1体だけです。なんで、報酬はそんな期待できません。おうおうおうおお。結構、範囲広いな。やりやがる。でもあとはこっちをやって集中攻撃しようか。おでもさっき今いいダメージ入ったぞ。ちょっと待って、ちょっと待てろ。ちょっと一気に行く感じでやりましょうか。いけるかな。いやいやいや、なんか途中でダメージが止まったような気もするんだよね。あとは、パワーシェイカーどこだ?パワーシェイカー。ん?あ、あった。パワーシェイカーと、で、輝くでいいか。輝くロービーをして、星夜で行きましょうか。行くぞ!行くぞ!全然途中で止まった。嘘でしょ。なんで?よし。もう途中で止まんないでくんない?やべ。まあまあ次で倒せるか。なんか知らんけど途中で止まるんだよね、これ。多分ダメージがある程度入ると、元に戻るっていう仕様だと思う。防具は、これと、これね。あれ?ちょっと待って。こなして、ああ、よかったよかった。前のディレイが残ってたのね。
しろここを倒さずとも直接雷で攻撃してきた方が早いか。いやいや、もうこういうやつだからさ、これに乗ってやろう。うお、いやでも近接攻撃しないと多分ダメージが減らないね、最後は。まあいいか。おっしゃ、うわあ、全然入った、全然ダメージ入ったわ。で報酬を見てみましょうか。キャプテンは1体だけです。それでは見てみましょう。1個だけかな。なんだプレートアーマー、あー2個目来た、よかった。なんだミステリー255、ワンチャンあるね、ワンチャンある感じです。では今日出たもの全て見てみましょう。いらないやつは売っていくよ。プレートアーマー HP はね210万となかなか高めだけども使えないから売ります。途中で出た豪華な鎧いりませんね。フロスト、あ待て待て待て、こっちから行くか。闇の刀、まあまあもちろんいらないね。悪夢は、いやー使わんね。フロスト、どうだ。一番左にクールダウンが欲しかったな。やっぱ HP が270万ってすごいもんね。251と比べて100万違うんで、耐久力が違う。さらにこれはね、35% 軽減ついてるから、もっといいんだけども、惜しいところ。最後、ミステリー、255。ダメだな。ダメだね。エンチャントもよろしくないし、ついてるスキルも良くない。あ、でも255だったら217万か。なら256ぐらいから、多分グッと上がるんだろうね。HP が。そうか。まあ、ちょっと残念でしたけども、今回3周、特にいいやつは出ませんでした。アップデートまであと、2週間切りましたね。あと12日か、そんぐらいです。なので、そこまで頑張ってやっていきましょう。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。